これより第2クォーターに入ります。三重ファイアバード相手陣16ヤードから失礼しました相手陣18ヤードからサードダウン12で試合再開となります。この状況ランで打開はかりました。キャリア18番の総力に期待したところですが、ここでクラビアーズディフェンス陣もしかし対応、2ヤードのゲインとどめましてフォースダウンに変えます。さあ三重フォースダウン10、フォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点狙います。キッカーは25番の鈴木です。キック成功、3点獲得。三重ファイアバード、ここのチャンスをフィールドゴールで確実に得点に変えました。フィールドゴール成功しまして三重ファイアバード3点、クラブレアーズ7点と変わっております。ここはまず確実に状況をタッチダウン難しいと判断しまして、冷静にフィールドゴールで得点する形でまず反撃ののろしを上げました。三重ファイアバード3点獲得です。キッキングシチュエーションで得ましたチャンスを見事キックによって得点に変えました三重ファイアバード。その得点を挙げた三重ファイアバードのキックオフで試合再開となります。さあまずは3点返しまして、その状況を詰める形に成功しました三重。今度は守備で見せることができるでしょうか。対しますベアーズは今度は攻撃で状況を再び流れを取り返す形ができるでしょうか。さあベアーズリターンに行った。低いキック蹴りまして手前にいるブロッカーにリターンを試みました。崩れた状況でしたが、しかしリターンは、コース取りを変えましてハーフウェイ付近からの攻撃を得ます。キッカースリップしたことによるアクシデントだったかもしれませんが、しかし結果的には、クラブベアーズハーフウェイからの攻撃になります。クラブベアーズファーストダウン10。さあ右オープンへのランプレー、何枠、45番でしょうか。ハンドフォーを託されまして右オープンを展開、味方ブロッカーの壁を生かしまして見事なステップワークで右オープン展開し攻撃権更新になっております。クラブベアーズファースト、攻撃権更新果たしましたのは、ランニング枠45番の川端でしょうか、あるいは15番の吉本だったかもしれません。クラブベアーズファーストダウン10。達成功、タッチダウン。ここでパスを展開しました。ディフェンス警戒が解けていたが、レシーバー0番ノーマーク、そのままキャッチしまして一気に無人の攻撃をかけるようにエンドゾーンを駆け込んでタッチダウン。クラブベアーズ鮮やかなパスプレーによりタッチダウン重ねまして、さらに6点追加となっております。見事なパスを投じましたのはクォーターバック6番杉谷、大阪体育大学出身、取りましたのは、タイトエンド0番の川野、関西大学出身のプレイヤーです。そしてトライ4ポイントのキック決まりまして1点追加、
クラブベアーズ14点、三重ファイヤーバード3点となっております。得点を奪われたベアーズ、すかさずタッチダウン返しまして、見事にその差を広げ直す形に成功となっております。しかし実に鮮やかなパスプレーでした。見事にデザインされたプレー決まりまして、鮮やかに逆転、さらに状況を有利にするタッチダウンを重ねております。現在フィールド上にありますスコアボードの得点位置に誤りがあるようですので、この得点経過に関しての変更がなされます。変更ありますので一旦試合中断となりますので、しばらくお待ちください。現在は第1クォーターが7点3点、第2クォーターがベアーズ7点、三重0点という形の14対3となっております。フィールド上スコアボードの変更が必要になっております。第1クォーターは 7-0、第2クォーターが 7-3 という状況の14対3になる訂正になると思われます。現在そのスコアボードの表示訂正があるまで試合中断となっております。さあスコアボードの訂正終わりましたので試合再開となります。クラブベアーズキックオフで試合再開となります。さあ三重リターンに入る、さあスイッチした、ここで リバースプレーを展開しました。逆方向を突くように18番左オープン展開を図り、自陣30ヤード付近を確保してこの位置からの攻撃になります。さあ三重も何らかの策を講じんとキッキングでその策を講じてまいりました。さあこの攻撃シリーズも注目しましょう。三重ファイヤーバード自陣29ヤードからファーストアウト。パス成功、しかしナイスタック。ここで外に展開していた81番にパスを投じまして、まず前進を図りました。しかしすかさずクラブベアーズ17番でしょうか、タックルしましてゲインを最小限にとどめております。ゲイン4ヤードほどにとどまっております。タフなキャッチ決めましたのは三重ファイヤーワールド81番のフル、山形大学出身、仕留めましたはベアーズ17番の橋本、京都府立大学出身のルーキーです。三重ファイヤーバードセカンドダウン6。さあ今度は中央へのランプレー、しかしこれはベアーズ許しません。密集点突破を35番に託しましたが、これはフロントが押し返す形でノーゲインです。サーダウンに変わります。しかし果敢なランを敢行しようとしましたのは35番の吉田でした。首都高校出身のルーキー45歳です。三重ファイヤーバードサダウン6。パス不成功。
ここでクォーターバック9番左に展開していた7番内側切り込んでくるところパスを投じましたがパスがわずかに逆リード、ディフェンスカバーありパス不成功でフォースダウンに変わります。この辺りベアーズが非常にタイトなディフェンスを敷いているそのワンシーンでもありました。ミエファイアワードフォースダウン6パントフォーメーション。このパントもプレッシャーありまして大きくは返せませんでしたが非常に巧みなゴロがありましてハーフウェイ付近まで超えました。しかしすかさずリターンを試みましたがサイドラインに割りまして相手陣入ったところで攻守交代となっております。攻撃権が変わりましてテイクオーバークラブベアーズに変わります。非常に厳しい状況ながらしかしなんとか打開点見出さんという攻防が続いております。そこをクラブベアーズさらに加点目指さんと相手陣48ヤード間攻撃に入ります。クラブベアーズファーストダウンテここでイエローフラッグが投じられております。審判団がフィールドに黄色いウエストを投げ込みますとイエローフラッグ反則発生を意味します。果たしてどちらのチームに反則があったでしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。行った場合には10ヤード抜体という形になります。先ほどのプレー開始点より10ヤードという形で施行され10ヤード下がりファーストダウンやり直しという形に変わります。従いましてクラブベアーズファーストダウン20で試合再開。さあそこでランプレーを投入しました。長い距離なのでパスかと思われましたがその裏を突くようにランプレーを投じております。これをランニングバック中央すり抜けるように前進しまして約8ヤードのゲインに変えております。キャリア28番は西村です。大阪学院大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズセカンドダウン12ボールオン相手陣49ヤード。さあ再び中央へのランプレー。密集点を突破を図ります。同じく28番に託しましたが、ここは三重ファイアバードディフェンスフロント踏ん張りまして、このランを1ヤードのゲインにとどめ、2ヤード程度のゲインにとどめております。ここでウォーターブレイクに入ります。この配信は X2、X3 西日本のネット配信共同事業によって実現しております。この企画に応じてくださいました企業様そして個人様のご寄付ご支援によりましてこの配信は実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も継続しております。
皆様の、わずかな数字がこの配信アメリカンフットボールを多くの方々にご覧いただく配信につながっております。何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。さあウォーターブレイクときまして試合再開。クラブベアーズ相手陣46ヤードからサードダウン8。成功ファースト。ここでクォーターバック中央切れ込んできたワイドレシーバーにパス。ディフェンスの隙間を まさにピンポイントでついたようなコース取りは見事に通りまして攻撃権更新になっております。クラブベアーズファースト。鮮やかなパス攻撃によりまして攻撃継続となりました。クラブベアーズ相手陣23ヤードからの攻撃に入ります。クラブベアーズファーストダウン10。さあ再びパスプレー。さあタックルかわした。一気にいった。タッチダウン。ここでパスプレー重ねました。クラブベアーズ今度は中央切れ込んだ12番にパス。12番タックル受けながら袖を弾き飛ばしそのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。クラビアーズ見事12番のタッチアンパスキャッチによりましてさらに6点加点となっております。そしてトライフォーポイントキックフォーメーションを取ります。キック決まりまして1点追加。クラビアーズ23点、三重ファイアバード3点とスコアは変わっております。中央を切れ込むように12番このパスをキャッチそしてそのままエンドゾーンに駆け込み見事タッチダウンといたしました。素晴らしいパフォーマンスで加点になりましたのはワイドレシーバー12番小田のパフォーマンスでした。大阪産業府立大大阪産業高、附属高校出身のプレイヤーです。お前様メッセージありがとうございます。力強いランアフターキャッチが確かに披露されております。このあたり非常に鍛えましてこのシーズン迎えましたそのような光景を感じるワンプレーでもあります。クラブベアーズのキックオフで試合再開となります。さあ三重リターンに入った。中央いった。これはナイスだ。一瞬の隙を突くように18番中央切り上がりまして自陣33ヤード付近確保しこの位置からの攻撃に入ります。鮮やかなリターン決めましたのは三重ファイアーバード18番の中村でした。摂南大学出身のルーキーです。三重ファイアーバード自陣33ヤードからのファーストダウン。これはクラブベアーズナイスディフェンス。アイフォーメーションからトスしまして右オープン展開を図りました。しかしディフェンスフロント陣がその隙間を縫うように中央割り込みこのランプレーを阻止しております。見事な対応は56番だったでしょうか。51番の名前も上がっております。51番は牧井大手門学院大学出身、56番は上村近畿大学出身です。これをフロント踏ん張ります。ランプレーによる突破を図りましたがこれも66番立ちはだかりましてさらに1ヤードロスに変えています。今度は66番の斉藤が見せました。立命館大学出身です。
ここでホイッスルが鳴ります。ここで三重ファイアワードが前半1回目のタイムアウトを行しました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。三重ファイアワード、ここで一旦流れを変えるためにタイムアウトを投入いたしました。配信をご覧いただいている方はチーム名の下側にあります黄色いバーにご注目ください。この黄色いバーの残り本数がそのチームのタイムアウトの残り数という形になっております。三重としては何とか突破口を見出したいというところですが、クラブベアーズの強固なフロント陣がこれを阻むような形でその流れを寸断している、そのような展開が続いております。さあ何とか突破口を見出したい三重ですが、このタイムアウトを何らかの形で見出す策につなげる形になるでしょうか。タイムアウト解けまして試合再開です。三重ファイアーバードサーダウン15、さあランプレーを展開しました。中央突破図らんというところでしたが、これはフロント踏ん張りましてフォースダウンに変えます。三重フォースダウン13の状況になっております。プレーを入れ替えましたので、ここでパントフォーメーションを取る可能性がございます。ここでホイッスル。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。残り前半残り2分になりましたので2ミニッツウォーニングです。今シーズンよりカレッジルール NCAA ルールも大きく変わりまして、従来はプロでしか採用されなかった前後半残り2分でのレフェリータイムアウト2ミニッツウォーニングが採用されております。従来はプロのその工業的な要素としてこれらは採用されておりましたが、カレッジでもこれが適用されました。いわゆる残り2分間制限時間2分をかけてのタイムコントロールを組んだオフェンスディフェンスがこれからアメリカンフットボールの重要な戦術に考慮されてまいります。さあその2ミッツウォーニング解けまして試合再開となります。三重ファイアワードフォースダウン13、パントフォーメーションを取っています。このパントは絶妙の位置に落とされまして、クラブベアーズ陣45ヤード付近でとどまり攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバー変わりましてクラブベアーズに変わります。今度はパントチームうまくラッシュをかわす形でブロックしまして、パンター7番の時間を稼ぐ形で見事なパントにつなげました。さあクラブベアーズは結果自陣からの攻撃となります。自陣45ヤードからクラブベアーズファーストダウン10。さあスライダーナイスダウンファーストダウン。ここでクラブベアーズはランプレーから入りました。何枠45番一旦はタックルされましたが、そのタックルを弾き飛ばしてさらに前進、セカンドイフォートで見事な攻撃権更新果たしました。クラブベアーズファーストダウン。見事攻撃権更新になりましたがクォーターバック、クラブベアーズ45番の川端でした。北大津高校出身のプレイヤーです。
ここでトラブル発生。クォーターバック8番ハンドオフフェイクからプレイアクションのパスを投じようとしましたが、ここでボールを、足を芝に捉えたがスリップしまして、プレー終了となっております。結果的には約10ヤードロスする形でセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウン20、パス成功。クォーターバック8番右に展開していた82番にパス、82番キャッチしましたがタックルを受けた際に膝をつきました。ここでプレーが止まった形になってサードダウンになっております。ここでホイッスル。ここでクラブベアーズが前半1回目のタイムアウトを取ります。前半残り時間は27秒と変わっております。パスキャッチしましたのはクラブベアーズ82番の寺崎でした。大阪体育大学出身です。さあタイムアウトを届けまして試合再開です。クラブベアーズ自陣49ヤードからサードダウン16の状況。前半残り時間27秒、ここでクォーターバック8番は97番にパス、そこからキャッチアンドランを図らせましたが、しかしそこに外に押し出されましてフォースダウンに変わります。ゲインは約2ヤードになっております。パスを取りましたのは97番のシラス、大阪体育大学出身、エイジ50。さあまさにオーバーザヒルキャング活躍するクラブベアーズ、現在フォースダウンロングの状況ですが、さあどうするでしょう。プレーを行います。フォースダウンギャンブル。さあ攻撃更新、あるいはエンドゾーンタッチダウンなるでしょうか。パス不成功。クォーターバック8番ここでロングパスを投じようと構えましたが、そこに見えディフェンス陣がらし、なんとかパスを投じようとしましたが体勢定まらずパス不成功。4回目の攻撃失敗となりますので、攻守交代テイクオーバーで三重ファイアーバードに攻撃権移ります。さあ、しのぎまして三重ファイアーバードの攻撃を得ますが、残り時間12秒、さあどのような策を講じるでしょうか。ここでクラブベアーズが前半2回目のタイムアウトを取ります。攻守変わります際のメンバー交代の際、人数のチェックが狂っていた模様です。ここでのミスは避けたいということでタイムアウトを取りました。さあ試合再開です。三重ファイアーバード自陣49ヤードからファースト安定、前半残り時間12秒。
2ラン時計を回します。ここはランプレーという形で膝をつきまして、そのまま時計時間を消化するようです。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、クラブベアーズ21点、三重ファイヤーバード3点、クラブベアーズが3つのタッチダウンを重ねて試合を優位にする形で前半戦終了となっております。序盤戦はクラブベアーズが着々と得点を重ねまして試合の主導権を握った格好になっております。三重ファイヤーバード、これをハーフタイムの間に策講じまして状況打開図れるでしょうか。